はい。どうもこんばんは。沖縄おばばでございます。これでね、今日の配信は最後になると思いますが、はい。えー、これ、ハテさてメモさんからの記事でございます。はい。どうやらね、アメちゃんですね。アメの国で、えー、卵不足がね、深刻になってるみたいです。はい。えー、特にね、ニューヨークでございますね。ニューヨークでね、 卵不足が深刻になっていますよということを伝えています。はい。いくつかのね、スーパーを回ったところ、本当にね、えー、在庫がね、あんまりなくなっていたと。はい。まあ、そういうことでございますね。えー、まあ、こ、こちらに写真ありますけど、3つしかありませんね。<laughs> はい。3つ、3パックでございます。はい。まあ、すぐ売れるんでしょうけどね、これもね。 えー、そしてかなり高くなっているようですね。まあ、日本でもね、これ、や、同じことが朝言われ、あの、言いましたけど、やられてますよね。はい。えー、まあ、関係のないね、えー、鶏さんもね、えー、全部サクッと上です。はい。本当にね、あのー、向こう側は、あ、食料のね、キッキーをね、煽ってきています。 はい。そして、なんとね、えー、シリアルですね、シリアル。はい。えー、シリアルがね、えー、9ドルもするということです。はい。1000円以上ですね。一つのシリアルが1000円以上ですよ。まあ、これね、すごいことになってきてますよね。 はい。日本でもね、同じようなことがね、多分起きますよ、これ。はい。えー、いろいろね、えー、今日朝から伝えてますが、あ、肥料がもうないんですよね。はい。なので、今のうちに備蓄をして、そして野菜などはね、自分で育てるということが必要になってきます。はい。それが、あまあ、残るための方法ですね。 まあ、肥料などは手に入るうちにね、今のうちにお買い求めいただいた方がよろしいと思います。もう在庫限りみたいですよ。はい。在庫限りでございます。なので、えー、土とかね、肥料とか、はい。そういったものも、あのー、今のうちに買っといた方がよろしいと思います。あと、プランターもね。はい。いろんなものが不足してきますんで、皆さん本当に準備が必要です。 そしてですね、えー、こちらの記事にはもう一個、何て言うのかな、そうだろうなと思うことが書かれていました。それはね、今、多くのアメリカのね、はい、はい、アメリカのね、はい、外食産業ですね。はい、外食産業がクローズしているということです。はい、閉店でございますね。 まあ、当たり前ですよね。だって、あの、材料がね、高くなって、しかも手に入らないんですから。はい。材料費高くなってね、えー、手に入らないんですよ。まあ、クローズするのも当たり前、ちゃあ当たり前なんですよね。で、えー、まあね、アメリカの人たちもね、 えー、スーパーで買えるね、食料品店が日に日にね、こう、高騰していくのでね、高額になっていくので、もう外食に行っているね、余裕がなくなってきたっていうことなんですよね。自分の家でね、作って食べる方が安上がりだということになっています。まあこれ当たり前ですけどね。はい。 ええー、まあそういうことなんですよ。えー、こちらの方ね、あのー、多分日本にも、ええー、まあ今年のね、5月以降ですね、やってくるのは。はい。押し寄せてきますね。まあその前にね、あの準備は必要です。はい。4月から、4月の、なんていうのかな。4月のね、 えー、電気代が上がりますんで、かなり。なので、その請求は5月に来ますんでね。はい。えー、それに乗じて、いろんなものがね、えー、また一気に値上げでございます。今までも、4月までになんと7200品目値上げですからね。日本。これ日本の話ですよ。アメリカの話してるんじゃありませんよ。はい。 えー、7200品目が値上げでございます、4月までに。で、4月からまた電気料金が値上がりますので、とんでもないことになりそうです。どうぞ皆さんね、今のうちに備蓄をお願いいたします。はい。まあ、いろいろやってきますから、はい。 えー、今年は怒涛の年になりそうですね。はい。そういうわけです。えー、本当に、あのー、残るためには必要です、これ。生きていくためには必要です。まあね、えー、自分はいいもう別にね、生きたくないよっていう人は、あもう、あのー、聞きに来なくてもいいですから、はい。えー、こちらの方、こちらのチャンネルはね、えー、生きる、生きたいね、 えー、生きてね、あの自分のね、えー、目的とか生きる目的とかね、生きる意味を達成したいって思ってる方たちの番組ですからね。はい。まあそういうことでございます。今のうちに備蓄お願いします。いろいろなものをね。はい。そして、あのー、肥料ですね。はい。ベランダ菜園も皆さん始めましょう。はい。えー、そして、えー、お庭ですね。お庭持ってる方はいいですよね。 えー、お庭で菜園もね。はい。よろしくお願いいたします。はい。えー、これからね、土頭の時代がやってまいりますのでね、何回も言っているように。もうこれ何回言ってもね、強調しすぎることはないと思います。はい。そういうことでございます。もう雨への国には押し寄せてきてます。はい。雨が来たら今度はね、ぬっぽんでございますから。はい。そういうことでございます。 みんなで頑張って備蓄してね、えー、次の時代に生きていきましょうということで、はい、今日の沖縄オバマのね、えー、動画はこの辺でおしまいにいたします。はい、こういうふうにね、工夫してね、デザートなんかも作れますよということでね。私ちなみにね、ジャムなんかも備蓄してるんですよ、えー。いざという時にはね、あの、ゼラチンもありますので、ゼラチンとジャムでね、 ゼリーでも作ってね、楽しもうかと思っております。はい。えそういったね、楽しみもね、えー、必要です。たまにはね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。今日も一日お付き合いいただきありがとうございました。また明日、元気なお顔でお会いいたしましょうね。